はい皆さんこんにちはです今日はえっとまあもう年も終わるということでえっ、ー、とやっぱりね2017年の振り返りというかまあはいしていきたいと思います2017年まあヤクルト的にはまあひどかった試合でしたネガティブに考えれば もうヒットいい試合だったね96敗とかいう歴史的大敗作ってしまい野戦病院でみたいなんなってはいでポジティブ的に言えばもう今回劇的今年は劇的な試合が多かったですね劇的なサヨナラホームランとかあと10点差逆転勝利とかまあねうちのエース石川さんも2500投球回達成とかいろいろありましたはい けどまあ野戦病院にあおられた試合だったかなとシーズンだったかなって思います来年はまあね野戦病院なしでおとなしいシーズンになるとお期待しておりますはいもう最悪最下位でもいいから <laughs> でねはいでえー、っと来年はえー、っと1か月に1度か2度かできればえー、っと 応援している写真とかもあげれればいいなと思っております。実際、それを目標にしやってきているので、はい。頑張りたいと思います。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ピアノを弾いている動画とかもね、まあ、撮ってみたいなとは思っているんですけど、まあ、その辺はおいおい <laughs> 考えています。はい。 えっと、それから、挨拶ですね。はいどう今年1年。って言っても1ヶ月ぐらいですけど、はい。ありがとうございました。えっと、毎日、毎回見ていただく視聴者様、本当にありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。えっと 今日初めて見に来てくださった視聴者様と見に来てくださってありがとうございます来年もねぜひ私の動画を見てくれればいいなと思っていますまたこれ全つ全ての視聴者様に共通するんですがとチャンネル登録やえっと Twitter フォローもお願いしますとチャンネル登録は下の 動画概要欄からツイッターはえっ、ー、とツイッターの検索欄で「金倉優菜」と検索していただくかえっ、ー、と私の過去の動画を見ればわかるんですけれども前の前の動画かなその前の動画かなに、えー、とツイッター概要 欄にツイッターのリンクを貼っておりますので、そちらから、えっ、ー、と。閲覧そ、そちらから、えっ、ー、と、ツイッターフォローの方も、お願いいたします。それでは、えっ、ー、と、二千十八年。も、よろしくお願いいたします。良いお年を。バイバイ。来年、今日も、えっ、ー、と、明日。年明けてから、またありますよ。